胸のりチャンネル始まるよ。皆さんこんにちは、胸のりチャンネルです。今日は前回取り付けを行ったこのドライブレコーダーの設定や、あと実際の、昼間の映像、夜の映像を、検証していきたいと思います。ではまずはね、このオートボックス X6 の設定を見ていきたいと思います。で、設定なんですが、録画状態から一度止めてあげて、ここのギアのマークを押せば、設定画面になります。それでですね、まずは録画モードの解像度、こちらはね1080と 720p が選択できます。そして録画時間、ここはね、5分ごと選びます。5分で、ループされた動画が残されていきます。で、音声記録、駐車ガイドラインはこれオフですね。まあ実際配線も、バック信号配線してないので、映らないんですが、一応オフしときます。で、アクセサリーモードはこれね、運転しててある程度時間が経ったら、勝手に、方向とか、方位磁石の画面になって、画面がね、バックモニターとかフロント画面が消えちゃうモードです。で、駐車監視モードは、高設定にしてます。感度がね、高で、高い感度で監視します。録画モードは以上になります。次、システム設定ですね。操作音で、音量、これもねオフと低中高が選びます。で、言語は日本語と、英語、ドイツ語、イタリア語、フランス語ですね。この5カ国選べます。で、 LCD パワーセーブはこれ、今オフにしてますが、1分後3分と設定すると、その時間後に画面がオフになります。で、保護レベルですね。これは、走行中の録画状態の時に、ある一定のショックが起こると、その動画をロックするかどうかの、感度ですね。今中で使ってて一切走行中にならなかったので、小さな衝撃でも一応保護したいので、高設定にしときます。で、速度単位が、キロと、マイルが選べます。で、 GPS 自動時間設定、あとタイムゾーンはね、日本はプラス9時間なので、あと時間設定とかね、12時間とか24時間とかが切り替えります。あとカメラ自動的に切り替えっていうのは、フロントカメラを映してても、ある一定の時間が経つとリア画面、リアカメラに切り替えれるモードです。あとリセットですね。SD カードの初期化とバージョン情報っていう形になります。設定はねこのくらいで、あとはまあこの実際の画像ですね。ここの画像が今ここのオートってついてるところを、感度こう変えれば自動でね、手動で感度変えれます。ただまあ日中であっても夜になったら勝手にこう暗くしたい時があるんで、もうオートにしとけば、周りの明るさ感知して勝手に切り替わってくれます。あとね、ここら辺はマイク録音するか、画面の切り替えで前後前のみ、リアのみっていう形で切り替えれます。これね、カメラ撮れますね、シャッターで。
で、この録画をロックしたかったら、これロックできます。ってな感じで、まあ設定はね、このくらいです。では、実際の走行の、画像の比較していきたいと思います。まずはこれはフロントカメラのお昼の映像になります。しっかりね、ナンバープレート見えてます。まあ、このくらい画質、まあ、1080p しかないんですけれども、全然ナンバーまで確認できるので十分だと思います。今度はね、リアのカメラの映像になります。このくらいまで近づくと十分ナンバープレートを確認できてます。フロント同様 1080p なので、まあこのくらいのね、明るさがあれば十分ナンバーは確認できる画質になってます。お次は夜のフロントカメラの映像になります。ちょっとね、車の位置の関係でナンバープレートが確認できる距離は、撮影できてないんですが、まあ、対向車のヘッドライトなどね、白飛びせずにしっかりと映像が撮れてる状態になります。またね、街灯とかも結構明るいライトがあるんですが、まあ、しっかりと、ホワイトバランス取れて、しっかりした映像になっていると思います。最後にリアカメラの夜の映像になるんですが、こちらはね、トンネル入ったり出たりの映像になります。ちょっとね、ナンバープレートはやっぱりあの距離的に、停車状態の撮影できてないので映せてませんが、トンネルから入ったり出たりする時の映像の、白飛びなく、しっかりとね切り替えできてるんで、まあ、見やすい映像になってると思います。今からねトンネル入りましたけど、入ったらすぐ、しっかりね明るさ調整できて、出てすぐでも、またしっかりとね映像も照れてる状態になります。はい、こんな感じでどうでしょうか。はい、実際の昼の動画、夜の動画どうだったでしょうか。まあフロントとリアともに、フル HD の 1080p で、録画されてて、まあ実際に、ナンバーとかはある程度確認できる、画質になってます。まあ前回の動画もでも、説明しましたが、このオートボックス X6 のいい点っていうのは、このベンツに、最適なね、
サイズ感ですね。バイザーが、どちらとも当たらず、こううまい具合にかわしてるっていうのが一番のおすすめポイントなので、まあ画質ももちろん必要ですが、やはりね、使い勝手が変わらないっていうのが一番のおすすめポイントになります。こんな感じで今日はこのオートボックス X6 の設定と実際の画質の確認動画でした。この動画が良かったと思われる方はグッドボタン、そして、チャンネル登録もね、合わせてよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。